浅田駒之助昭和23年11月24日は、日本の出版社、中央公論社の初期の社長、ホトトギスの廃人で廃合をしいはな、京都出身。京都夫人、浅田栄之進の長男として生まれ、京都府立中学校卒。西本願寺内局に勤務し、大谷洪水の移行により1892年、反省会所無係りとなり上京。 反省雑誌の編集にあたる。1899年同士を中央公論と解消。1904年、反省会社長となり、滝田著院が編集を担当して、言論、文芸雑誌として売り上げを拡大したため編集実務を滝田に委ね、1914年に社名を中央公論社と改めた。社は、本郷西方町の浅田の自宅内にあった。 1925年に、チョインが死去すると会社は危機を迎え、浅田は島中優作に社を譲った。日本最初期の住宅作家とされる安岡克也による和洋折衷住宅として1921年に、春工。文京区西方二丁目にあり、洋館、茶室も付随する。中央公論社発足時は、 二階八条館の畳の上に小座を敷いて、その上にに三脚の椅子と机を並べて事務所としていた。後に平野家の手に渡り、現在平野家住宅の名で登録有形文化財となっている。浅田駒之助、人事更新録、第8版昭和3年7月、ハット AB、花を投げた女たち、長畑みち子、文芸春秋、1990年、 B182 から183、AB 平野家住宅主や平野家住宅小区分が、遺産オンライン。ありがとうございます。